武田神社は、山梨県甲府市古府中町にある神社。筒子ヶ崎間の跡地に建てられており、武田信玄を祭人とする。旧社格は、県社。参道の一の鳥居拝殿所在する甲府市。古府中町は、甲府盆地北園に所在する。戦国時代の栄昇16年に改修後、武田信虎により館が築かれ、家臣団が集中して、武田城下町が形成された。 以来、信虎、春信、勝頼三代にわたって、武田両国の中心地として機能し、天正10年3月の武田氏滅亡後もしばらくは、政治的中心地であった。豊臣大名時代には、南方の甲府市丸のうちに新たに、甲府城が築城をされ、江戸時代にかけても解答地の政治的中心地となった、ため、武田氏館は破却された。館の破却時期は不明であるが、 飼いの国史によれば、要害城が、慶長5年に破却されていることをから、同時期であると考えられている。これにより、城下町も南方に移動し、武田城下町は、甲府城下町の一部として吸収される。江戸時代に、武田市屋方跡は、古城、親方跡と呼称され、武田市時代を忍ぶ名所の一つとして旅行者が訪れる程度であったが、明治期には、 史跡保存運動が起こる。1872年6月、明治新政府は基礎改正に際して、武田時代の異性とされる大小切り税法の廃止を断行し、これに対して、海東地域の所村が放棄し、大小切り騒動が発生する。大小切り騒動は鎮圧されるが、首謀者の多くは処罰され、山梨県令、藤村志郎の主導する県政にも影響を及ぼした。 大小切騒動の後に山梨県庁は山梨県民の武田信玄への追悟を障害と認識し、明治初年には海中新聞においては信玄を悪人とする論説を掲載することも行っていた。この頃全国的にも自由民権運動が交流し、山梨県でも半藤村県政の動きとして民権運動が発生する。明治政府はこれに対して、 地域の偉人を崇拝する感情を尊重する方針に転換し、山梨県では1880年6月には、明治天皇の東産道巡行が行われ、同年6月17日から6月22日にかけて、明治天皇の山梨県巡行が行われた。山梨県巡行では、巡行雇用係から武田信玄ゆかりの社寺の調査、保存のために保存金を貸しされた。その意図は、 大こぎり騒動で承知した山梨県民に対し、武田信玄に対する心情を回復することで、新政府への帰属意識を増幅させるものであったという。山梨県では、県令藤村の相談役でもある、第10国立銀行討取りの栗原信地家中心に、小沢孝治、小田切県明、加賀美平八郎ら民権運動家が霊社建設に賛同し、古城地の講演家と、木、 山高麗車建設運動が起こる。山梨県では古城地の勘誘地払い下げを行い、いう地化を進めるが、民権運動家でも、よだみちながら巨額の費用を投じた、霊車建設に否定的な意見も上がり、つつじがさき館は、県立つつじがさき公園となり、霊車建設は一時棚上げされた。なお、県立つつじがさき公園は当時、 現在の甲府市大田町に所在する大田町公園に、次ぐに例目の県立公園であった。1899年には新元祭司、神社建設運動が再燃し、山梨日日新聞によれば、同年5月24日には、県内の有志が5万円、県外の関係者から5万円の、計10万円の募金計画が起こり、山梨県知事の小野田元博士がこれに賛同したことを、 報じている。同年6月20日には、甲府市大田町の持ち尖閣において、武田神社建設協議会が開催され、小野田知事のほか、栗原信雄、近藤義則、天宮博光、渡辺真八田達也、深沢義美優、加賀美平らが出席し、北起人には、若尾一平、広瀬久光、三上雄長山口和平らが名を連ねた。こうして、 山梨県内外の政財界有志により、武田会が結成され、神社創建運動が再燃する。小野田元紀1904年の日露戦争後には神社に、武神、軍神を祀ることが奨励され、軍神と評される武田信玄を祀った神社創建の機運が高まった。1九百六年には、甲府で一府旧県連合共進会が開催され、この時は山梨県知事、 武田千代三郎の夫人を発起人代表として義金が募られており、この頃には武田会は会としての実態を失っていたと考えられている。また、武田信玄は紅葉軍艦に記される父親の信虎を追放した親不幸な人物とする評価が存在していたが、明治国家では忠敬が重視されていたため、明治後期に山梨県の郷土市野の間ではそれを覆す。 信玄の自責発掘が行われ、明治37年の内藤圭介、武田信玄自責公、大正4年の土屋美佐を、海の氏など、武田氏研究にも影響を与えた。1915年、大正天皇の即位記念に、武田信玄に、十三味が追贈されたのを契機に、1916年には、山梨県知事を総裁とする、武田神社笹岳会が設立される。 1919年には社殿が竣工し、信玄の命日にあたる4月12日には初の礼祭が行われた。別格官兵舎への昇格運動は、上杉謙信を祀った上杉神社が指定されていたことへの対抗意識も加え、郷土市屋は内務省が昇格条件に求める勤能辞席の発掘に努めた。4月12日に行われていた霊大祭には、 三越の後に地元相川住民による武田24章を模した騎馬行列が行われており、1947年からは甲府市と商工会議所、観光協会の共同開催で桜祭りが開催され、最終日を例祭に合わせていた。戦後には観光業振興により、武田信玄が歴史的観光資源として着目され、1966年からは、 甲府信玄祭りが開催され、以来は行政主導による都市祭礼としての信玄公祭りが4月12日、前の土日に開催されており、地域住民による礼祭と共存している。境内にある宝物殿には、立吉岡一文字や信玄公の軍船、武田二十四小図等、武田やゆかりの貴重な品々が収められている。本殿は一軒者流れ作り、 社殿全体で大正8年完成。伊藤中太、大江慎太郎による設計。両名ともに明治に制定された神社建築制限図に批判的な考えを持っており、武田神社は神社建築制限図をもとにした配置をしているが、社殿は独自の設計となっている。武田神社と竜が、 池国土交通省国土地理委員地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ありがとうございます。